ニュースマグビです。6機編成から4機編成に変更することが発表されたブルーインパルス。軍事ジャーナリストの竹内治氏によると、昨年4月三沢基地に配備中の T4 がエンジントラブルを起こしたことから、タービンブレードの破損が判明し、車でいうリコールがかかりましたとのこと。この影響で昨年前半は4件の航空祭参加がキャンセルに。その後2から3機でイベント飛行をすることもありました。河野防衛省は会見で、必要なタイミングで6機に戻したいとの見解を示しましたが、このままでは東京にオリンピックマークを描くことは難しそうです。ニュースマグビ